ただいま訓練中です。煙が出始めてから15分で燻製が出来上がります。熱燻なので、ただいまの温度は140度ですね。出来上がりが楽しみです。噴煙時間が終了しました。さあどうでしょうか、できてますでしょうか。おー、いい色がついてますね。匂いもすごくいい香りがします。あとは、冷蔵庫で12時間ほど寝かして香りが落ち着いたら完成ということです。食べるのが楽しみ。次はカマンベールチーズの燻製です。煙が出てきたのでここで蓋を閉めます。今度は密閉してみます。カマンベールチーズの燻製の出来栄えはどうでしょうか。蓋を取ります。おー、ちょっと色がつきすぎたような感じもしますけど、匂いもいいですし美味しそうです。これも食べるのが楽しみです。